マルコ・マテラッツは、イタリア・プッラ・ダ・シュレッチェ県レッチェ出身の、プロサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。父のジュゼッペ・マテラッツもサッカー選手及び指導者。アグレッシブなプレースタイルで知られ、守備的な戦術を取るチームの多いセリエ A で、DF としては、異例の通算54得点を記録し、通算で60枚以上のイエローカードと25枚以上の、 レッドカードをもらっている。また、2006年のドイツワールドカップ決勝で、いわゆる時段頭突き事件の当事者となったことで、世界的な注目を集めた。愛称はマトリックス。現役時代のマテラッチキャリア初期1990から91シーズンに、FC メッシーナの下部組織で競技生活を開始。アマチュアのトアディクインとセリエ C 人のマルサラカルチョ。 セリエ C1 のトラーパニカルチョを経て、1995年に当時セリエ B に所属していたペルージャカルチョに移籍する。ペルージャ1996の97シーズン前半はセリエ C1 のカルピ FC にレンタルで修行に出され、18試合7得点を記録。冬にペルージャに復帰し、1997年2月2日のインテル戦で23歳にして、 初めてセリエ A のピッチに立つ。その後、シーズン後半のみで14試合に出場し2得点の成績を残した。1998-99シーズンには、プレミアリーグのエバートン FC に移籍し、25試合1得点の成績を上げたが、翌シーズンにはペルージャに復帰。この頃からレギュラーに定着し、半年ほどの間であったが、中田秀俊と、 チームメイトとしてプレーしている。2000から01シーズンにはそれまでダニエル・パサレラが持っていた DF によるシーズン最多得点記録を更新する12得点を上げる活躍を見せた。2000から01シーズン終了後1000万ユーロの移籍金でインテル移籍した。インテル・インテルでプレーするマテラッチ・インテルでは在籍10シーズンで公式戦276試合に出場。 20得点を決め、15のタイトルを勝ち取った。2008から09シーズン以降は、出場機会が減少したが、ロッカールームのまとめ役として、チームに貢献し、サポーターからも愛された。2010から11シーズン終了後、残り短いキャリアを考え、出場機会を求めての移籍の可能性を示唆。2011年6月20日、本人とクラブの合意の上で、 契約期間を1年残して契約を解除し退団した。彼の背番号23は本人の意思によりアンドレア・ラノッキアに引き継がれた。2001年4月の南アフリカ戦で27歳にしてイタリア代表として初出場。2002年と2006年の2度の FIFA フフワールドカップに出場した。2002年日韓ワールドカップでは パオロ・マルディーニとアレッサンドロ・ネスタの控えであったが、グループステージのクロアチア戦でネスタの負傷退場に、伴い途中出場。しかし、低調なプレーで失点に絡み、以後の試合では、出場機会がなかった。2006年、ドイツ W 杯では、グループステージのチェコ戦で前回大会同様に、負傷したネスタに代わって、途中出場。 決勝点となる代表初得点を決める活躍で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。以後、出場停止となった、ウクライナ戦を除くすべての試合で、ファビオ・カンナ・バーロ、ジャン・ルイジ・ブフォンダと共に、鉄壁のディフェンスを築いた。決勝戦では、フランスの先制点となる PK を献上するファウルを、犯すが、その12分後にコーナーキックからのヘディングで、自ら同点ゴールを叩き込んだ。 試合は延長戦を経て PK 戦にも連れ込むと、マテラッチは二人目のキッカーとして PK を決め、イタリア代表の24年ぶり4回目の優勝に貢献。時段ずつき事件の当事者となったことも相まって大きなインパクトを残した。マルコ・マタラッツォ、インターナショナル・アピレンスス、ザルック。 スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http://www.rsssf.com スラッシュミスレニアススラッシュ mateerazzi-intl.html 誕生日、マテラッツィ、おめでとう。インテル公式2011年8月19日、マテラッツィ。 移籍の可能性はあるゴールドットコム2011年6月6日、マテラッツィ、インテルと契約解除で合意エゴールドットコム2011年6月21日、ラノキア、マトリックスの背番号、23にふさわしいプレイを、インター、イット2011年7月21日、マテラッツィ、今度は、アッパーズ付きを喰らうライビダースポーツ2007年1月29日、マテラッツィ、 冗談のつもりが処分にゴアドットコ2 0 1 0年1月26日、マテラッツィ、バロテッリを蹴飛ばすゴールドットコム2010年4月22日、バルサ、イブラヒモビッチ、マテラッツィは、バロテッリを殺す勢いだった。ワウワウ2010年4月22日、マテラッツィ、ジダンズツキ事件を振り返る、お前の姉ちゃんが欲しいと言った。ズツキされるとは思ってなかった。 Yahoo ー,ース。w s 2020年5月3日閲覧。ありがとうございます。